Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Okay, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Uh. Do you know why it's so acclaimed musically? Oh. Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it. ここんばんんんばばははのあやむですまあ、あやむには言ってなかった特技というか、ちょっと待ってよ。始まりたてよ、今。始まりたて。<laughs> 始まりたてであなた、そんなね、神妙に。んみんなびっくりしちゃうよ。生まれたて以外で聞いたことない、たて。<laughs> <え>始まりたてよ。まあまあまあ、そのお前がこの前、占いに行ったと。はい。大阪でね、まあ。ついに話す時が来たかというか。 え何何,何俺も結構、まあ、占いじゃないんだけども<ん>まあ前世が見れるというか前世見れるんあ言ってなかったよなやっぱりあごめんごめんごめん今言うことになってしまってごめんないや俺その占いでも前世は見てもらってないからなそ<の>見えてんの見えてるというかその今ここでずっとラジオを歩むと対面でやってるけど、はい、今まで70話ぐらい撮ってきたけどもうそれぐらいなるんじゃないずっっととお前の前の世喋てたもん 俺の中では見えすぎて、えー。前世の俺と喋ってたってこと？そうね。前世もじゃあ俺あんまりだね。うん？<laughs> じゃあじゃ。いやじゃあアヤムの声ではある。アヤムよ。アヤムが喋ってないけど俺からしたらもう前世と喋ってるように見えてたって。ね、なるほどなるほど。俺の目線からしたらそれ。あの前世の姿がこうパッてこうフラッシュバックじゃないけどこう変わるみたいな感じってこと。ね、やっぱりみんな見えるの？まあ基本は。あ。 そうなんやえじゃあその西津さんとか渡辺さんこれはそれは何前世がお前そんな声大きかったの <laughs> 今生が <laughs> で西津さんとか渡辺さんも見えるそうもちろん見えるもうずっと西津さんと渡辺さんと喋ってる時も前世と喋ってるうん前世と喋ってるぐらいの気持ちだったそうなんや正直 えー、じゃあ俺と西鈴さんが喧嘩してる時とかも前世同士が喧嘩してるみたいな前世同士が喧嘩してたよね <laughs> そうなんや、うん、しかもやっぱあれやしね何そのアヤムと西津さんは前世職場一緒やしねえっ、ー、そんなことまで分かっちゃうのそうやっぱうんこれは分かってないやもうこれっそっか みんなは見えてないからそっかそっかえそれは前世のお前がそんな声が大きいのうん <laughs>、今世が <laughs> 今世が結構大きいのから,らっててたりして、うん、ねちょっと聞きたいなもう聞いていいええ別にいいけどえじゃ西津さんあじゃあ渡辺さんから聞こうかな、うん、渡辺さんの前世からちょっと教えてどんな感じやったのか渡辺さんは前世、うんうん、田園調布で泥棒してました <laughs> 泥棒 <laughs> うん 泥棒や,や泥棒んや田園町府のみでね <laughs> <laughs> 主に田園町府で活動してた泥棒の一味の人お金持ちあ一,味一味の一人えそうそう遠目とかじゃない違う違う違う下っ端の方ではある下っ端の方ではあるんや、うんえー、前世そんなことやってたんやそう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  それ何を取ってんのもう何でも取るのもうお金をね基本的に田園調布のお金持ちばっかだからお金持ちうんあそこでもう大体すごいあったよう空き巣みたいなことそうもう基本それよああ基本それしかしないコソ泥やコソ泥ですなるほどねえっえじゃ西津さん聞いていいえっだから一緒やけどそうか俺と一緒かうんじゃあちょっと聞いて俺と西津さんねメキシコの水族館で働いてました2人 うんメキシコの水族館そうそうそう,そうメキシコの水族館でえその何係とかまで分かるその水族館もいろいろおるやん,うんそうそう西田さん何係館長 <laughs> トップやん <laughs> メキシコの水族館で館長しててあその俺はイルカイルカのあイルカショーとかやってたんやんじゃあ俺結構ここがバチバチでねえってこと俺も位的には結構上なん バチバチ花形ではあるけどそっかそっかエースやもんなそう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 ええー、そうなんや結構でもお互い言い合い,いとかはしてただから俺はこの初めて出会った時、うん、そのずっと元メキシコの水族館で働いてた相方がおる中で RKB 入って「えっ!」ってメキシコの水族館の館長おるやんって俺は思った <laughs> 思ったんや、まあ、うわここが出会ったってそう で喧嘩してそうそそううわ今もなんやって思ってたそうそうなんかもう趣武家みたいな今世でもやっぱやり合うのかこの二人ってなったやねみたいなえ自分のとかわかるこれがマジで分からんのよ俺自分のはやっぱ見れないんやこれだけ分からんくて鏡とか見ても分かんないんやえ待って嘘やろもしかしたらってことうんうんうんちょっと鏡見たらわかるんじゃないいいっすかうんちょっと鏡見てきてうん いやまさかねだって前世がねで西津さんと俺メキシコだってタコス好きなんや西津さん確かにな俺もなんか笛とかあったら吹いちゃうもんな <laughs> <laughs> やっぱイル,イルカのあれやろうな多分で渡辺さんねすぐ財布から金取るしね <laughs> <laughs> も今もあるわえ見てきたちょっと待って嘘で何何何見えたう怖いもう俺 どうしたやんかなりもう見れるかもえ俺たち俺たち見えんから分からんのよちょっと最後本当に分からん俺見えないからね俺も西尾さんも渡辺さんも前世って結構影響されてんのよえタコス好きやろ好きお金取るやろ俺笛吹きたくなる鉄はどうお前らのイメージみんなのえっふどんなんしてるやっぱラップうわ すごいいヒップホップねヒップホッパーやしうん、うん、<laughs> あとなんかな痩せてるしね <laughs> けどあのー、ちんちんが大きいよね海外の人かもしれない。じゃあそういうことだってね北九州出身で、うん、そんなにそのに純日本人なのに大きいってことはやっぱ前世が影響してるのかもしれないこれ今みんな言ってくれたらいろいろ。うん これ2つ欲しいなったはいチンチンが大きい痩せてるうんこの2つ結構え近いなんだ分からんもう言っていいじゃんじゃ分からん鉄の前世は動物園のライオンですガリガリの餌あんまり食べさせてもらえてないガリガリの動物園のガリガリチンチンおっきいガリガリのライオンです なのの話やこれ危ないツナイトスターダ最後ちょっと待ってちょっと待って弱くないガガリガリの 動物園えのライオン分かるやろお前そりゃな何これが見えてるのになんか前世よごめん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 その前世が動物園のライオンの弱いって強いやろ百獣の俺いぞなめんなん別に大喜利じゃないもんなこれな見えてるだけやもんな何大喜利ってお前びっくりした言葉大喜利何それラグビーワールドカップ開幕しましたよいしょ見てますか山野くん見てる見てる チリ戦日本代表、うん、見た俺ねちゃんとフルで見たよ80分 ?80 分ちゃんとフルで見たよお前それすごいね<ん>60分ぐらいでみんなだれてくるけどねあれだってああそれで言うと確かに50分ぐらいでもうこれ勝つやんってなってそう,そうなんだよ俺家事し始めたかもえっ家事しながら何家事しながら見てたかもそれはまあまあでもそれでもまあありがたいです ラグビーを普及させたい人間としてはあ普及させたいんもちろんそれは見てくれてありがとう感謝というか、まあ,あでも確かに SNS も頑張ってたもんね,もねいやそうなんですよ<う>僕がずっとね SNS でそのラグビーに関するツイートとかしてるんですけどもしてたしてたこれでね僕が注目選手をずっと上げてたんですようん、うん、ラグビー日本代表今大会鍵を握る選手として。うん その天と選手ね、はい、そして下川選手お<う>下川選手なんてこの RKB の社員さんの弟さん、うん、この下川選手はずっとメンバー外だったんですけど、うん、ここに来てバックアップメンバーとして代表に入ってはい、はい、さらにその中でレギュラー戦勝ち抜いてチリ戦スタメン、はい、だから補欠からってことよねそうしかかも補欠の補欠欠のら すごいね、上がります3軍ぐらいから1軍にってことやねまあまあそうっすよほぼすごいよそこから来て、うん、でアマト選手<ん>こっちがもうチリ戦で MOP 取りました MOP ってこの MVP みたいなことやねこの試合で一番活躍したみたいな輝いてたってことやそういうこと<ん> 2>, 2トライしてます2トライねもう鉄の予想全ハマり それも当たってたんやもうすごいでしょこれはすごいよそれはお前もちゃんと見ろよ俺の俺もあの鉄の SNS ちゃんと見てて今 X じゃあその鉄が X ですごい頑張ってたの俺見たからはいはいはいそうなんかラグビー応援しようで当たったらビール一ケースプレゼントですとかしっかり応募してたし鉄は恥ずかしいなフランスのチケットが当たるみたいな何もそれも応募してたの見たし俺恥ずかしいから恥ずかしいなって頑張ってるなって恥ずかしいなってはい シンプルに恥ずかしいな。お金でフランスに行こうとしてるのもそうだし、経費もらおうとしてるって。いやいや、お前、するやろ、欲しいやろ。欲しいから。ラグビーにかっこつけてしてるとは思ってたけど。そういうふうに俺は見てたってこと。まあでも、だから、そういうラグビーに乗っかり芸人かなって思ってた。ちょちょちょ、お前さ、お前乗っかり芸人とかやめろ、お前。いや、マジで。小1からやってるやから、筋金入りや小1から筋金入り乗っかり芸人なんから。乗っかりってつけてるやお前ずっと。 でもそ,のそんぐらいあ、うん、フランスに行きたいってリツイートしちゃうくらい,それぐらいみんなにこんなんバレるけどしちゃうぐらいリツイートするぐらい好きというかなるほど、ね、それでやってるんやけどもうん、うん、えで結局、うん、その俺チリ戦家で普通に見たんやけどお前どうやったんと 後輩の辰也と三人で見たのよパブリックビューイングみたいなとこでスポーツバーみたいなそうそうそうもうたまらんかったもうみんなうわーみたいなやっぱえそれいいよなスポーツバーでなんかみんなで盛り上がるのってえ行ったことないっしない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 俺,俺も初めてやったんやけどあそうなんややっぱお酒飲みながら結構周りの人と喋ったりするんああもう割とあそうなんやいやでもね ちゃんと言ってたの,そのカイラさん解説してみたいに言われてああそっかカイラさんってスポーツが好きな人やもん、ね、もうスポーツ全般大好きラグビーとかこだわりがある人じゃない全部好き、うん、もうねでも先制トライされたやん、うん、うそこまでちゃんと俺予言してたのすごいっしょえ先制トライされるって言った日本人メンタル弱いですめちゃくちゃ初戦だからこれもう入りがめちゃくちゃです もう言ってたんやん確かに取られたもんねチリからねちゃんと取られたでしょ俺その時はかじりついてたテレビにあまだねまだ最,最初。<わ>最初はえ負けるやんって思ってたいやもう,もうそ,そう思うよ素人は、ね、最初負けるやんってなるでしょえってことは哲は落ち着いてたってこともう全然あ想定内ですありがとうございます取ってくれて あもう逆にもうこれはプレゼントの点数ですよぐらいプレゼントというか、まあ、その日本人がメンタル弱すぎて初戦やったからねそう入りがやっぱ難しいワールドカップってなるほどなるほどしかもやっぱ南米の人もやっぱイケイケなのよあ,ああああああメンタリティは向こうの方が上なんや,いやもうそ,うそういう場面の方が力発揮するタイプというかなるほどそうそう南米系はそうあああでも日本は最初先生取られるけどもああ 総合力で見たジャパンの上やからまあだってその後すぐ返したもんねそうそっから圧倒的でしょ圧倒的やった本当にこれも力の差出ましたちゃんとまあねちょっとや,やられたりもしたけど<ー>終始圧倒してた、ね、そうですよ完璧な試合ん。であれじゃないですかまあこれ収録日が9月14日14日なんで、うん、あれなんですけど配信日は9月27日でしょそうねそうでイングランドの試合俺たち見てないけどもう終わってるんですよ配信日よかったねイングランド戦な、あ <laughs> すごい 完璧なキックいいタレントかも完璧なトライ <laughs> うわ芸能界に染まってるいやもうこのラグビーの母国であるイングランドを倒すって歴史的な快挙、うん、あ倒したね素晴らしいよねこのすごいね確かにね興奮した興奮したわちマジでちもう見,見たよな 見た見た見たそうやな見たすごかった日本勝つと思わんかったやろ思わんかったやっぱイングランドだってすごいやろ世界ランキング上全然全然上やもんな歴史が違うオオッッケーケーオッケーって何やめん間違えた間違えたまあまあそうよなこうなると次回来週収録の時こう言うでしょってうまだ染まってないこいつ芸能界に言いました今まあそれは勝ちますなるほど日本が勝つそう MOP 誰なん MOP は下川選手とっておきましょうなるほど言っておきましょうじゃあまずも日本が勝つとはい勝ちます俺たちはね信じてるからこうやって言ってるんだからねそうそうなるほどねイングランドまあまあいいじゃないですかはいであの9月27日配信でしょこれが29日にサモア戦があるんですよあさってね VS サモアこれやばいですこれサモアはどうなの でこれも予想したいんよ俺はうん、うん、そのどっちが勝つとか<え> MOP 誰だとかだだお前さもうサモアっていう国したら知らんやろ知らん島国もうそう太平洋の島知っとんのかいちょっといやいや何かなんかそう島国でえっ、ー、とハカうのイメージ、うん、で火山がすごい活火山、ねうん、詳しいなお前は。 サモア独立国について詳しいな君はいやいやそれはもうそうですからねまあでもあんまり知らない人が多いと思うのよのオーストラリアでオーストラリアの言葉あるじゃないですかサモアちょっとなまってるんよなオーストラリアの中でもなまあまあそう,、ね、そうあその母国語で言うと詳しいねあまあまあまあそあまあ知識はあるよそりゃそうそう,そうチリも教えてたからそうねそうそうそうまあそのサモア、うん、これもうラグビー代表ワールドカップ20か国出てるんですけどうん、うん もうほとんどの国にサモア人がいるとああ言うよねもうこのサモア人って人口めっちゃ少ないんですよ、うん、なのに世界中のアスリート世界中のワールドカップに出てるメンバーのほとんどにサモア人が要所要所にいてそうそれめちゃくちゃ強いですよサモアのね国の歴史もあるんよなそれはなうもうポリネシアンが、ね、サモア人たちがもう強すぎると体がラグビーにフィットしすぎて ね、がすごいよねやっぱりね色黒のイメージあるしねそう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 めちゃくちゃ強くて太陽の国みたいな感じなね詳しいね君、うん、太陽の国サモアはやっぱ太陽に愛されてる国もう俺も知らんかったすごいじゃないそれは <laughs> サモアすごいんですよでしかもね今までやったらサモアの選手がニュージーランド代表とか一回なっちゃうやんそ、うん、したらもうずっとニュージーランド代表の選手として活動しないといけないはい,はい,はい,、はい。ルールが変わって、うん、サモア代表に戻れるようになったやんや へえそんなことあるんだからニュージーランド代表とかオーストラリア代表イングランド代表のスーパースターやったあのサモア人が母国サモア代表として活動するみたいな、うん、ってことはサモアも強いやんめちゃくちゃ強いです今大会のサモアが歴史上一番強いんじゃないかと言われてますえ,ー、え世界ランキングでもやっぱ日本より全然上それはまだ下やと思うよサモアってそ,っか最近そうか最近そう全部流出したのよ,うよ一軍とか二軍の選手が世界中にはいはい、はい、なるほどねなんやけども、うん、そのー サモは今回一番強いから勝つのは相当難しいとなるほどそうサモは上だったわ順位どどうどう。日本代表13位で、うん、サモ11位でしたあでもまあイングランドよりはまあまあまあまだではあるけどまだけど実力的には全然11位の実力ではないめちゃくちゃ強いですなるほどねそういうことかいやでもまあこの配信日の時にはまだ放送されてないんでうん、うん、29日の段階で ちょに予想してもらおうと思って予想そう,に予想 <laughs> も,うもうちょっと待って今速報速報ですえー、こいつやっぱり小1からラグビー乗っかり芸人です違うてお前、えー、何,何よ速報えー、今までずっとその試合で一番輝いてた人 MOP が送られると言ってましたが正しくは POM です間違えた 恥ずかしいよお前でもさでもさワールドラグビーもさ意地悪よな MVP って言うよ確かになずっと思ってた確かにえどっち ?MOP やった違う POMPOM 逆な逆なんか POMPOM なんですよこんなやつがよかったねフランス行かんで危なかったよ危なかったよ POM これ何の略なんですか POM はええプレイヤーオブザマッチで POM です本当なんかね ちょっと変えたがるから多分みんなまあまあ MVP は違うもんねモストバリエラブルプレイヤーみたいなちょっと太宰がよくないかもしれないの <laughs> 今俺だけ悪者にしとけ今 POM ですよ、うん POM に選ばれる選手でしょそう,そうえっとサモアの選手うん、うん、まあ日本の選手まずどっちが勝つか予想してもらって、うん、そのどっちが勝つかのその選手の中に大体 POM が選ばれるとそうなんですよだからそれを鉄に言ってもらいたいんですけどこれ外したらだってもう当てれるやろもちろん絶対当てれるやろもちろんもうねこんな言ってるんでねもし外したらえ待って POM の選手も当てるってこと <laughs> まあまあとりあえずは当てないか 30人出てますフィールド上30分の1やんそんなん当たるよいやリザーブ入れたら46人います46分の1やんそんな球技で一番人数多いです違う乃木坂でその総選挙して1位選べみたいなもんやから簡単やんこいつすごいよまん、あ、だからそれを俺は選べるようわおうういやだからその POM も選んでほしいんですよでこれもし外したら鉄はどう生きるかになります 今後いやいや、1回だけね。1回だけ ?1 回でも、そあれは俺の企画やから、もう、そ無理プライド持ってる多分一1回だけや、そんな俺も嫌よ。あげるよと。そう、俺も嫌よ。苦渋の決断よ。マジか。POM。はい。まずは、でもじゃあ、どっちが勝つかだけ聞いていいそれはもう、ジャパンでしょ。日本が勝つ。日本が勝ちます。ちょっとどういう試合展開になるかも、ちょっと聞いていいかな。これ。うん。 グループステージ4試合あるんですけどあります、ね、実は一番むずいんじゃないかと思ってます事実上のそうやっぱイングランドアルゼンチンってこの2つはもうやっぱチャレンジャーとして挑むんですよ日本代表マインドとしてサモアってやっぱちょっと互角チックな場所とかあるまあま世界ランキング的にもそうよねそうで今までずっとライバルやったし、うん、でしかもこの前つい最近の試合で負けてるんですよサモアが 日本がサモアに、あそうなだでその時のイメージもあると思うから、結構難しい試合にはなると思うんですけど、最終的には日本がちゃんともうトライも取って、勝つんじゃないかと、なるほどもう結構、僅差で圧倒的で、僅差ではある差はあるけど、僅差で日本が勝つんじゃないかと、そんな圧倒的な試合は正直、こっからないですこから、なないるほどずっと苦しい戦いが続く苦しいい戦が続くけど、勝ちますって じゃあ、日本の選手の中で POM が選ばれると。これがむずすぎるけどな、まあ、強いて言うてあげるならば。八8番、姫野選手。姫野選手。姫野選手。もう、キャプテンです、日本代表の。キャプテンが、なんとかしてくれるんじゃ、ちょっと待って、リーチにしてもいいリーチマイケル。リーチマイケルにしてもいいリーチマイケル、チリ戦もすごかったもんね。チリ戦すごかったけど。リーチマイケル。リーチマイケル、あの、札幌山の手高校なんですよ。で、

p o m 46おったら3人はやらなじゃあリーチと4はだめ3だよリーチとリーチ姫の流れでリーチ姫の流れの誰かが POM になると。 ななるんじゃないかとうわマジかこれ合うかこれ <laughs> 自信なくなってきた気もするけども、うん、でもこの3人が中心になって活躍することは間違いないですこれは断言しますなるほどねこの中から POM 取る確率も高いんじゃないかとまあで絶対スタメンではくるもんねまあそうね今のラグビースタメンも,こうもう後半からも関係ないですもう両方大事なんでなるほどそう戦術もあるからね,そうね後半から出た方がいい選手もいるから、ね、あ<ー>これちゃんと チェックしてくださいわかりましたじゃあ俺もちょっと POM 選ぶわあれあやもん POM 選べる選ぶうん俺やっぱこの選手注目やなって思うのは人おってうん、うん、そのトニー・ブラウンなんでしたええトニー・ブラウンいやでもこれ深いです実はやっぱそうやろ<ー>うんこのもう今のジャパントニー・ブラウンあってのジャパンですやっぱそうやんな トニー・ブラウンで支えられてるからな最高なあの戦術とかもう完璧やと思うトニー・ブラウンもしトニー・ブラウン好き好き、はい、顔こそ浮かばんけど<あれ> <laughs> え顔こそ浮かばん顔こそ浮かばんけどやっぱ好きトニー・ブラウンはまあお前はいい名前を言ってくれたみんなにちょっとでもトニー・ブラウンがねうんトニー・ブラウンってそうなってくれればいい、はい、気になった人は調べてください調べてください このポッドキャストへのメールはお待ちしておりますメールアドレスは kor.rkbr.jpTwitter、えー、でも皆さんからのご意見やご要望お待ちしておりますハッシュタグ危ないとでツイートしてくださいよろしくお願いしますずっと待ってるからなんやお前それ エンンディングですけどもいい回やったねんいい、ね、じゃねその言えよ、はい、俺の渾身のトニー・ブラウンはい何がお前トニー・ブラウン今調べてる人、はい、選手やと思ってるっていやいや,いやち違いますそれはトニー・ブラウンは何なん その俺のアシスタントコーチボケをお前その、はい、ラグビー熱が上回ったな<あれ> <laughs> ボケてたんボケてたよめっちゃ深いこと言うやんこいつと思っててお前それ選手じゃないやろって言うの待ってたよ選手ですほぼもう,うもうその一体やから現代ラグビー まあまあそうみんな,んな戦術面もあってこそやん。もう嫌やわ、なんかちょっとなんか空振った感じしたわ、俺の今週のトニー・ブランのその。おもろいと思って言ってた。もおもろいと思って言ったごめん。いや、すごいよ、お前。だがもう違うわ、POM。<え>う違うやつが取るわ。えたぶジェイミー・ジョセフが取る。<laughs> 完璧な回答やね。やめてって、だから。素晴らしい。<え>ジェイミーがおっての 正直ジャパンのまとまり<め>ジェイミーがおるからアシスタントコーチにトニー・ブラウンも来てくれたやめてってジェイミーが俺監督しないよっつったらトニー・ブラウンも来ないよって俺のボケそんなふうにしないでボケてたんお前それジェイミー・ジョセフヘッドコーチやろそうそりゃそうよちゃんと言ってお前それヘッドコーチやろお前って言ってよ言,言わないよお笑いいじめやん<笑>お笑いいじめ聞いたこともない<笑>お笑いいじめやめてまあまあまあ ちゃんと応援してなそれはもうもうあさってですよ二十九日二人もちゃんと見てくださいよねサモア戦みんなで応援しましょうみんなでサモアの踊り踊りましょう頑張れ日本東京ミュージックラブミュージックトリビア You can use starting tomorrow k ケイ do you know Aerosmith? Of course I know Do you know the name of the vocalist? Uh Do you know why it's so acclaimed musically? Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it.